ちょっと失礼します。いやどうもどうも、また来たよ。お前こないだの。いや今日はこれを持ってまいりました。あのな、はい、最初に言っとくぞ、はい、むつは適正価格でしか売らねえぞ。そう分かってますよ、ごもっともですよ。一袋300万ぐらいでいかがですか。300万ってちょっとそりゃないよな。いやでもこちらも手数料それからいろいろと経費がかかりますから適正価格は300万ぐらいで。300万のどこが適正価格なんだよ。いや手数料が私300万でいいです。これに袋が3つ入ってますから合計1800万ということで。みなこ、おいお前何言い出すんだよ。そんなにあるんですか。いや、サブロック中1500万でいかがですか。おい、下がってるよ、下がってる、下がってる。よしよしよし、じゃあこれでどうだ。これも足して1800万。工作1700。工作よし、これでどうだ。8つ合わせて2000。1850。2000万で手を打ちましょう。2200。2250。よし1300。いいね、それいった。このもなんだこれ。藤田さん、はい、俺たちももうそろそろ片付けたいんだがな、その白い袋全部まとめて1000万で買わせてもらおうか。ちょっと優さんまた下がってるよ。2300万っつったろ。生き残りは何事もないんだよ。1000万でいいから持ってって。ねえ、ユウさん、1000万でいいよね。わかったわかった、もうどうでもいいよ、持ってけ。ほらダメです、私1000万じゃ納得できません。だってこれ、本当は6400万もするんですよ。それを1000万で売るくらいなら、海に捨てた方がマシです。なーにー、兄貴、おやさんから電話です。はいはい。てめえどこで何やってんのバカ野郎。今打ち合いの真っ最中だったぞ。早く聞いてこい。はい、すぐ。仕方ねえな。笹岡、帰ろうか。え、石木だ。